キリスト教愛信高等学校は、島根県ゴ津市にある私立の全日政府通科全寮制男女教学の高等学校。無教会主義系列で、キリスト教学校教育同盟の加盟校である。1988年開校。1985年、内村鑑三の弟子である、高橋三郎が、人は何のために生きるのかという、 人間の根本問題を教育の中心とした学校の設立を提唱したのが始まり少人数全量性により平和を愛する国際的精神を備えた人間形成を目指して聖書に基づく全人教育を行っている少人数教育を行っており詰め込み教育ではなく自らが関心を持って取り組むことを求めている校内への携帯電話及び漫画 雑誌の持ち込みは禁止されている。自分たちの生活は自分たちの手で整えるという方針により、週2回作業の時間があり、要鶏班、製パン班、菜園班、園芸班、リサイクル班、修繕班、水田三運班、保存食品班に分かれて、それぞれの作業を行う。また、朝昼晩の食事すべてを生徒が用意する。 朝夕に礼拝が行われており、朝拝は教員が、夕拝は生徒が輪番制で礼拝を行う。韓国研修旅行とヤンフ問題への取り組み上記の平和学習のほか、毎年春休みに希望者を募り、日本統治時代のことを学んだり、ナヌムの家を訪問して、元ヤンフの話を聞いたり、反問店を見学したりする韓国への研修旅行も実施している。 帝大教授大代代表で、韓国理科女子大学英文化名誉教授の院、正し玉が相馬高校を訪問し、交流を行っている。各週土曜には、必修クラブにあたる、全校活動が行われており、陶芸や美術、茶道などがある。また、音楽の授業にも力を入れており、特に合唱に力を入れている。文化祭、2日間にかけて開催される。 毎年、各学年でのクラス劇やミニライブが行われる。一年生全員で、鳥取県の大山の麓で一泊二日し、大山に登る。クリスマス礼拝では、外部の方を招き、礼拝を行う。宿会では、歌や劇を、食事と共に楽しむ。夜には、キャンドルサービスを行う。卒業式前日には、卒業生を歌で送る会として、 卒業音楽会が行われる。カンバな司会では3年間で感じたことを伝える。見学の精神。同行 HP2015 年9月20日閲覧。関千恵子、長井坂、現代女人列伝影処房1989年、学習指導。同行 HP2015 年9月20日閲覧。作業、調理。同行 HP。 2015年9月20日閲覧。礼拝。同行 HP。2015年9月20日閲覧。ABC。平和学習。同行 HP。2015年9月20日閲覧。荒らされた。辺野古店と全国から支援続々。琉球新報。h t t p 琉球新報 j p n e w s s t r e e t 2 2 7 5 2 8 ストリーターピックマイナス -1HTML 茨城のりこ金融校、言葉が通じてこそ友達になれる韓国語を学んで筑麻処方2004年現場を見る話を文句全寮制高校キリスト教愛信高等学校女性戦争人権学会学会社編集委員会女性戦争人権功労者2004年芸術活動同行 HP 2015年9月20日閲覧。シールズ奥田さん大学院進学へ民主主義ってなんだ追い求め。北海道新聞2016年3月20日。ありがとうございます。